皆さんこんにちは、神谷絵里です。今日は3月18日でございます。昨日は私の誕生日、3月17日は私の誕生日で、目黒ブルースアレージャパンにてバースデーライブをさせていただきました。今日のトークはですね、昨日のライブを振り返ってお越しになれなかった皆様にどんなライブだったかを、ご報告したいと思います。まずですね、ファーストセット、まずメンバーですね。メンバーは今年のバースデーライブはですね、私の大好きな福井亜美さんの、トリオの皆さんをフィーチャーしてお送りしようかなと思いまして、こんなメンバーになりました。ピアノ、福井亜美さん、そしてベースが岩見圭吾さん、そしてドラムスが、キラソータさんですね。もう本当に小中さんの、紳士服の小中の社長の、小中さんの、プライベートライブを通じて、とっても仲良くなって、ご一緒させていただけるようになって、本当素晴らしいトリオだなと思っているんですけれども、そのトリオの皆さんと、福井亜美さんの本当に神がかった、アレンジで、原曲がほとんどわからない形になった、サニーという曲から、スタートいたしまして、その後にですね、ブラジルとアジアを合わせた、造語のブラゼイジャという、タイトルがついた曲、日系ブラジル人のユタカというシンガーというか、アーティストですね、その方の、曲で、ブラゼイジャーという曲を、2曲続けてお送りした後に、少しお話をいたしました。そして、私の母関真理子を、ステージに呼びまして、そしてですね、昨日は特別に、ウクレレ奏者の麻生洋平さんが飛び入りしてくださいまして、母との、コラボレーションということで、母はハワイアンなので、ハワイアンって実はドラムがいないんですよね、ピアノもいないし、だいたい編成としては、ウクレレギターベース、そしてスティールギターっていうのが、割とこうスタンダードな、編成になっているので、ウクレレがいると大変都合がいいと、いつもの感じが出るのでということで、麻生さん ほとんどいつもはウクレレソロ、ご自分でメロディーをウクレレで弾きながら、コードを鳴らしてっていうような感じの演奏スタイル、ハーブ太田さん、ハーブ太田ジュニアさんとかと、同じような感じ、あとジェイク島袋さんとか、そんな感じの、スタイルで演奏されているウクレレ奏者なんですけれども、今回はソロではなくて、私たちの音楽に飛び入りしていただくという形で、ホオマリマリエという、ハワイアン、そして母の演奏でヒロマーチ、これはもう母が昔から得意としている、もうなんかね、なんでしょう、小技がね立て続けにいろいろ出てくるような、なんかアレンジになっている曲なんですね、ヒロマーチって。でやっぱりスティールギター愛好者の皆さんはこの母のヒロマーチがすごく好きで、よくリクエストされています。で、なんかこう聞いてるとですね、なんかフィギュアスケートのなんかパフォーマンスを見てるような、そんな気分になるんですよね。例えばハーモニクスなるから、わー決まったみたいな、そうするとなんか拍手がわーっと湧いたりとかですね、なかなかスティールギター愛好者の皆さんはもうその技がどれだけ難易度が高いかっていうのはすごく手に取るようにわかると思うんですけれども、そういうのがわからない人が聞いても、おこれはすごいなって、要は一つの楽器でいろんな音がするんですね、それがなんかこう変わる変わるいろんな形で出てくるので、とても楽しいかなと思われる、そんな曲を、弾いてもらいました。その後に私の昔の、アルバムの中の、よくこれはライブでも演奏する曲で、アクアという曲を、弾いていただきました。そしてその後に福井亜美さんのトリオの演奏2曲、私ね、モヒートって曲が大好きで、モヒート今日やんないかななんて思ってたら出てきたんですよ、2曲目に。もう本当すごい、亜美さんの曲もう私全部好きなんですけど、特にモヒートは本当にかっこよくて、もう聞いててもすごいワクワク楽しかったです。そして、その後アットユアベスト、これは
前回、キネさんとやった時のライブで初お披露目となりましたアイズレイブラザースの曲なんですけれども、それのをカバーしまして At Your Best という曲をお送りした後に、モト君に入ってもらって、No More Bruce、という曲を、これは私のセプテンバーインザレインに入っている曲ですね。モト君も本当にいつもね配信でご一緒させていただいておりますが、なんか本当になんか心の優しい人で、まあ、配信見てるだけで分かりますよね。なんか私がもう本当右に左にもういろんなところに行っても全部こうついてきてくれるみたいな、全て拾って全ていい感じのところに収めてくれるとか、レギュラーよりもめちゃくちゃ働くみたいな、そんな感じの、人なんですけれども、もうねエリさんもう僕早い時間に入ってライブ手伝いますって言って、本当に早い、私たちと同じような時間にですね入って、いろんなことを手伝ってくださって、しかもね私が大好きな、これインスタとかにもあげたんですけど、デメルのチョコレートがあるんですよ。猫の舌っていうチョコレートがあるんですね。本当に猫の舌の形をしているすごい美味しいチョコレートがあって、そのチョコレートをエリさん毎年同じものですがって言ってプレゼントしてくださるんですね。もう箱も可愛くて美味しくて大好きなチョコレートなんです。それをもういただいて早速開けていただきました。今回のライブもですね素敵な衣装を、スタイリングさん、ガッキーのデザインした衣装を提供していただいていたので、それがね2回セカンドステージに着る衣装がねすごいタイトだったんですよね。だからもう結構な断食で、もうなんかボディービルダーが大会後になんか爆食するみたいな動画あるじゃないですか。なんかもうそんな感じで、なんか当日になったら、まだね本番前ですから、そのデメルのチョコレートを得た時にはなので、ちょっと控えめではありますが、もう1枚目に食べたチョコレートがまあ味が濃い。要は断食後ってなんか全ての味がなんか濃くなる気がするんです。鮮やかなので、なんかもう本当にね涙が出てきちゃうぐらい美味しいんですよね。でもう本当に感謝しながらねいただきました。そして、セカンドステージは1曲目2曲目がアミさんのトリオの演奏でした。もうアミさんのねすごく優しい可愛らしい歌声で始まる曲なんですよ。アミさんの曲ってなんか前にねなんかオリジナルになんかちょっと歌詞をつけてなんか歌にしてやってみようかっていうことで何曲かね候補の曲をいただいたんですけども、なんかね私どうしても浮かばなかったので、歌詞が浮かばなくてどうして浮かばないのかなって考えたら、トリオでやっぱりね解決されてるんですね。完結されてて、そこにね歌っても必要なくなっちゃうんですよね。ところが今回、演奏で聴かせてくださった曲はアミさんの歌声がこうありきでこうあって演奏に入っていくという曲なので、あこういうんだったら多分すごくいいんだろうなって、なんかもうあらかじめ完成されているところに入るってすごく勇気がいることじゃないですか。飛び入りってそういうことだと思うんですよ。もう完成された音楽の上に自分が飛び入ったことでもっと良くしなくっちゃなんか申し訳ないみたいになるじゃないですか。なんかそれをなんかこう考えると、なかなかこう完成されたトリオの上に、ボーカルで乗るっていうのは難しくて、だとするとやっぱり歌物の曲をなんか作った方がいいかもしれないねなんていうことを昨日休憩の時に岩見くんと話していたところだったんですけれども、今回のその、インストで聴かせていただいた曲はアミさんの、そんなボイスから入る曲でした。で、あこれだったらなんかすごい歌でいいかなと思ったんだけど、これもね私が歌っちゃダメなような気がしたんですよね。このアミさんのすごい可愛らしいもう本当に何とも言えない歌声がいいんですよ。だから多分本当に私とアミさんのトリオでやるときっていうのは新たに曲を作った方がいいかなと、そんなことを妄想しながら聞いておりました。そして、私が入ってからの1曲目はシャンペンライフ、これはニーヨの曲ですね。これをこのトリオでやったら絶対かっこよくなるってもう確信があったので、やってみたんですね前回、サムタイムでもう本当にかっこよくて今回もやりたかったので、これをやらせていただきました。その後久保舞子さんに入っていただいてトゥーカイツ
ス、そして、Take Me With You、プリンスの曲ですね、2曲、お送りしました。もう久保舞ちゃんにももう本当にお世話になって、もう彼女がいてくれたから、もう彼女はね昨日泊まってくれたんですね、うちに。もう本当にありえないほどの贈り物をいただいて、そして運転して帰らなくてはならないので、私が寝ないようにということで一緒に帰ってきて、もう大量のお花束、あ、そう、お花もねすごいたくさんいただいたんですよ。キネさんからすっごいたくさん の、 大きなお花をお送りいただいて、もうこれねなんか絶対持って帰りたいねって言って、すぐにバラしてくれて、まえちゃんとゆうりが。で、ゆうりってスタッフで頑張ってくれてるギタリストなんですけど、彼が2人で、彼ら2人でバラしてくれて、それで、そのお花持って帰ったんですけれども、まあ、そんなわけでもう本当にまえちゃんには 何から何までお世話になったんですけれども、音楽の面でも本当に楽しく、2人でこれを 歌わせていただきました。その後に、また母が入って、今回はですね母と一緒にやるときっていうのはいつもハワイアンなんですけれども、今回マイケル・ジャクソンの曲に母が入るとどうなるかっていうのをやってみたくて、I can't help it を選びました。すごいかっこよかったです。その後に母の演奏でモキハナララバイという曲、そして私が戻ってきてアカカフォールズを演奏いたしました。そしてこのステージの最後はですね、やはり原型をとどめなくなった、マイケル・ジャクソンのスリラーを、元君を交えてお送りいたしまして、もう盛り上がりましたね。本当大好きなアレンジで、もともと私サニーもスリラーもそんなに自分で歌おうなんて思ったことはなかったんですけれども、もうアミさんのアレンジで大好きになって本当に楽しく歌わせていただきました。そしてその後にアンコールで、大きな木という昔デュオスというアルバムを出したんですけれども、その中に入っていたオリジナル曲をやらせていただいて、アンコールとさせていただいたという感じです。今日のところはライブの模様を、お伝えいたしました。またしばらく続くと思います。お付き合いください。ありがとうございます。